さあ続いてなんですけれども、こちら、この夏ナンバーワン人気のアイドル犬に注目しました。突然ですが問題です。この中でぬいぐるみではないのはどれでしょうか。正解はこちらのポメラニアン。ふわふわな尻尾にまん丸なお目目がチャームポイントの俊介くん8歳です。俊介の名前の由来はサッカーの中村俊介選手にあやかったといいます。ぬいぐるみと見間違えるほどの可愛さ。紙袋の中にだって入っちゃいます。こうした俊介の愛くるしい姿を飼い主の神山さんが去年1月からツイッターに掲載してきました。うさぎにチアガール、そしてなでしこジャパン。中でも人気が高かった魔女スタイルなどなど、俊介はたちまちツイッター上で話題となり、今では2万以上のフォロワーがいる人気ぶりなんです。びっくりしてます。可愛いって言ってもらっても、ありがとうもなかなかできない状態で申し訳ないって思ってます。今回の取材に神山さんは俊介の姿をいっぱい写してほしいということで声だけの出演。俊介人気はさらに高まり、先月俊介の本が出るほどにまでなりました。そんな俊介が神山さんと帰省中のところを会いに行ってきました。俊介、上手上手、頑張れ頑張れ。浮き輪姿も様になってますね。ところ変わって田園を駆け巡る俊介、さらに草むらをかき分けていくと、そこにはひまわりがきれいに咲いていました。遊んだ後は一休み一休み。目が覚めるとお腹が空いてきた俊介。どっちの手に持ってるか。こっちな持ってるか。外れ。なかなか当たらない俊介、次こそは。こっち、はい、当たり当たり。ないない。こんなにも可愛い俊介に実は憧れる先輩がいたんです。それは味ヶ沢のブサカワ犬わさおです。うちがこうなる前からもわさおくん知ってて、可愛い可愛いって言ってたんですけど、もうそんな恐れ多くてそんなの比べらんないですけど、ほんで前売りもちろん買って映画見に行く気で、だからぬいぐるみもあったんですけど、わさおといえば俊介と同じくインターネットから人気になり映画にもなった犬。夏を満喫した可愛い俊介に対し、夏のわさおはどうしているのか。相変わらずこっちはブサカワでした。水浴びの後、わさおは扇風機の前で涼んでいました。すごい人ですよ、半端でないです。ちょっと人バテと夏バテだね。今でも多い日だと2000人以上が見物に来るというわさお。飼い主の菊谷さんに現在ブレイク中のポメラニアン俊介の写真を見てもらうと、この後わさおが思わぬ行動に。昼帯でもおなじみブサカワ犬のわさおに今ブレイク中の俊介の写真を見てもらうと、
んだ。目が大きいねえ、ほらわさお、目が全然違うしょこれ、ね、さらにわさおにも俊介の写真を見せてみると、これかわいごとかわいごと、今回わさお宣戦布告、それとも単なる焼き餅、わさおも認めた俊介のかわいさ、俊介はわさおの人気を超えることができるのでしょうか。かわいいですよね、いかがですか加藤さん。かわいいです、ね、両方かわいいですけどね、それぞれね個性が違いますけど ね、かわいい、あの目が大きくて ね本当にお人形みたいです、ね、アイラインを描いたみたいな模様が目の周りで、俊介くんグリグリ、かわいい、かわいい、あの種類の犬はあんなに目が大きいものなの、コメロニアン、でもこんなに毛が短くないですよ ね、コメロニアン、夏向けのカット、カットですね、8歳はだいたい